い、今回はメインチャンネルの方でご質問がありました。アンプリチューブ4の MIDI によるコントロール方法というのをご紹介したいと思います。まず通常ですとオーディオトラックにこのように DI の素の波形がありまして、ここにインサートエフェクトとしてアンプリチューブを入れることになると思います。波形単体で聞くとこのような状態です。でここにインサートでアンプリチューブを立ち上げます。するとこのような音になります。はい、通常でしたらこの状態でいいんですけれども、例えば WAW なんかをこの手前に置きたい場合、このようにペダルをコントロールする必要があります。で本来であればこれを例えば MIDI キーボードのモジュレーションホイールなんかでコントロールしたいと思うのですが、ここで Learn とやっても MIDI インプットの入力を待っていますという状態で、ホイールを動かしても何も反応しない状態になっています。でこれを MIDI によってコントロールできるようにするには、まずソフトウェア音源のトラックを新規に立ち上げます。そしてここのインサートではなくインストゥルメント、音源プラグインを読み込む段にアンプリチューブを読み込むのですが、この時この AU MIDI 制御エフェクトというところからアンプリチューブを読み込みます。はい、するとこのようにアンプリチューブが立ち上がります。でこのままの状態だと何も音は出ないのですが、このサイドチェーンというところで入力ソースを選びます。こうクリックしまして、このトラックの名前を選択します。これで再生すると、こちらのトラックからこのようにギターの音が出ます。でこの場合の注意点として、こちらのトラックも同時に鳴っている状態ですので、こちらのトラックはフェーダーを下げるかミュートするかっておくといいと思います。ミュートしてもプリフェーダーの段階でこちらのサイドチェーンに波形の情報が来ているので、このように音が鳴ります。ではこの状態でここに WAW を入れてみましょう。そして先ほど同様に右クリックしてアサインミディ、ランワウ、そしてミディインプットを待っている状態にします。この状態でモジュレーションホイールを動かすと、WAW のペダル情報がモジュレーションホイールにアサインすることができました。それではプレイバックしながら WAW のペダル情報を記録していきましょう。はい、このようにMIDI情報が録音できましたので、一回プレイバックしてみましょう。はい、これで無事に WAW が MIDI でコントロールできるようになりました。でこれはもちろん WAW 以外のパラメータも任意のコントロールにアサインすることができますので、例えばこのように好きなパラメータをリアルタイムにコントロールすることができます。以上がちょっとややこしいですが、アンプリチューブのパラメータを MIDI で制御する方法になります。注意点としましては、サイドチェーンの欄でソースとなるトラックを選ぶところと、その後にソースとなるトラックをミュートすることです。ご参考にしていただけましたら幸いです。